あ、いけてるかな。よ、よ、あ、はい。ではこれからガチでやっているブレオダの方は、GVD 模擬戦がお休みなので、ディライズの方の元祖ディライズ元祖ブレオダの元祖の方の、はい、GVG をやっていきたいと思います。落としてるね。うん、ね、一応もう場所が、今回場所がね、350万制限の森林ですね。はい。で、あと、まあ、できるだけ、ハミの、マコ寄りに寄せてますね。で、あと、あれだな、バトル設定、大丈夫かな、これで。多分大丈夫だと思う。で、あと、ハミとダクブレを使いたいと思います。はい。ダクブレのこの5連撃とか2連撃、これでクリスタル壊せたらいいなと思いますね。はい。で、ハミの方は普通に施設とかそっち側をやる感じでいけたらいいなと思います。では、で、あとはギルドショップの方の強化ショップの方で、現状、まあ、最低限 MP と仏鉱魔鉱、あとをもうなんかやられることは念頭に入れてない。やることを念頭に入れて、命中、回心、俊敏、クリティカルダメージアップを、はい、バフを耐えています。はい。では、入場していきたいと思います。はい、入場。どんな感じなんでしょうね。ねえ、先方さん多分人数少ないと思うんですよね。なので、まあそういうのも視野に入れてやっていこうかなと思いますね。うん、やっぱりブレオダと比較すると数が違いますね。うん、設定の数が違いますね。はい。で、一応念頭としてはこの防壁と監視塔を建てることを念頭にしたいかな。うん。で、木材と黄色、あと鉄と木材と赤ですね。で、この赤は最低175で、こっちは300ぐらい欲しいかな。木材、鉄木材、赤、200と300って感じかな。はい。そんな感じでやっていきたいと思います。さあ、ちょっと、
なんだろう、一人でいろいろやるのは初めての試みなんで、ちょっとどんな感じになるかちょっとわかんないんですけど、木材が優先かな。で途中で鉄鋼木材、木材鉄鋼取った後にクリスタルに一回切り替えて、でまたハミに切り替えて、なんだ、壁を叩いて、でなおかつ死後像本陣の方を叩くイメージでいきたいなと思いますね。はい、いや、やっぱなんかブリオだと進撃の巨人とはまたちょっと勝手がだいぶ違うんで、どんな感じになるかなっていう感じですけども、はい、ここだと若干見えないな、ここでいこう。はい、これでやっていきたいと思いますね。ナルサさんはダクブレになってんのか。はい、私は今回こんな感じですね。はい、まあハミは魔法なんで、魔法寄りで、うまくね切り替えがねポチポチいくかどうかがね結構ね不安なんですけど、はい、まあ、頑張っていこうかなと思います。はい、いやちょっとマジ久しぶりというか、普段のダクブレ進撃の巨人とはまた勝手が違うので、でまあ人数がお互いどっちも少ない感じなんで、本当なら本陣っていうか守護像を突撃でもいいのかなと思ってはいるんですが、できれば防御壁と、監視拠点、監視塔を使えたらいいなと思ってますね。はい、どうかな。はい、さああと1分半ちょっとですけども、ちょっとなんか今からドキドキしてますね。まあ進撃の巨人とは違って立体機動がね使えないんで、ちょっと鈍足なんで、同じ広さだから結構走り回んないといけないかなっていうイメージではありますね。で、火力を、戦闘力を350まで抑えてるので、施設とかあと柵、防御壁がどれぐらいの感じで叩けるのかがちょっと想像がつかないっていうのがありますね。頑張っていきたいと思います。はい、もうあと30秒ほどで始まりますね。どうかな。の相手さんなんかいるのかな、どうなのかな、わかんないけど、ちょっと、ま、あ、始まってしまう。はい、じゃあちょっと行きたいと思います。スタート。やっぱとろいな。まずは
こちらの木材からやっつけていきたい。製材所木材ですね。若干見えてないんですけど、間違えた。あ、大丈夫ですね。うん、はい。それからの鉄鋼、鉄鋼をやっつけて、これで一回脱出します。私、はい。でこれで一回スキルをこれをジョブをダクブレに変換、そしてまた再入場します。でこれペナルティですね。で黄色と赤が欲しい。赤なくてもいいかな、今の感じだと。かかっちゃった。黄色が欲しい。黄色が欲しい。これでご連撃、二連撃。そうか、こっちって25回ヒット入れないといけないんだ。クールタイムが予想外に長い。これで黄色一個潰し。どうしようかな、赤クリスタル。赤クリスタルいいかな。でもどうせ通り道だから赤壊していきますかね。赤、の5連撃の2連撃。二連撃。でからの黄色クリスタルが欲しい。あ、黄色が戻ってきてるから黄色取りに行こう。黄色をこれで
まず5連撃で2連撃2連撃で続く撃2連撃2連撃本当はね、シーナ番長っていう10連撃の攻撃が確かあるんですよ。あれ使いたかったんだけど、なんかちょっとなんか自分の都合使えなかったんで、これでクリスタルが何個300いってたら OK。でこれで一回また脱出します。でジョブをさらにハミに切り替えて、そっからのまた入場で今どうなってるかなっていうのを見て、真ん中は多分貫通してんだな。真ん中を多分仲間が貫通させてると思うので、真ん中引っ掛けた、真ん中行きます。おう、おう邪魔だ焦ると真ん中を走っていきます。うん、貫通しますね。でここで念のため一個立てて、ここに監視塔一個立てて、ここにも監視塔を立てて、この辺にも監視塔を一個立てて、であとはこれでバフになってるので、無敵時間か、無敵時間内だから、今ちょうど防御策があれなんで、防御壁の方ちょっと行きましょうかね。あ、向こうは仲間に任せて。これはなんか相手さんの施設のかなんかレベルによって硬さが異なるんですよね。本陣と、本陣というか守護族か。硬いですね、想定より。
時間が足んなかった。もうこれはあと本人作違うぞ、本人言っちゃっていいと思う。これ乱入でいいかな。みんなで協力して叩いて、もう1回目壊してるんで2回目壊せばこっちなんですね。あ、戦闘で入るべきだった乱入で入ってたからタイムアップしちゃいましたね。50万で戦闘力が落ちてるけども、なんだろう、監視塔を立てることで視野バフがついた形になってるかと思うんですよね。ただ新拠点とか、新拠点じゃないな、 これの場合祠か、祠を取ってないからその分のやつがあれだけど、これで多分勝った、終了ですね。はい、はあ、こんな感じですね。はい、タイムラインにも、ポイントでもちゃんと勝ててますね。はい、ね、結構やっぱ向こうチョコさんしかいなかったのか、チョコさんしかいなかったっぽいですね。うん、でもなんか最初に目的としてた方法が成功しました。はい。意外とできるもんだな。うん。ということで、はい、終了です。はい。ね、一応。お疲れーと書いて、終了。あ、そっか。これあれだ。ミラティバ配信中なんだ忘れてた。で、まだダクブレを育ててる最中なので、ダクブレのこれね、これ経験値装備だったはず、うん、経験値が 88% 乗ってる。これでバックグラを入れて終了ですね。はい、バックグラ、バックグラを入れて終了。はい、っていう感じで一応思惑通りに行きましたね。うん、10分ちょっと、15分かからずに、うん、考えてた行動ができていい感じにいけたんじゃないかなと思いますね。で、10時あと15分後にブレオタとディライズ両方ともなんだレイドがあるんで、またそちらの方もやっていきたいなと思いますけども、一応なんだろう、これは参考程度にデータとして YouTube の方に残しておこうかなと思います。